枚方。中田はい、こんばんは、脚本家放送作家の松原修です、えー。今回も一人喋りです。で、箸休め会です。はい。気軽に話していきます。作家の沢木さんに入っていただきますんで。こんな感じですよ。<laughs> 決まってないんだもん。だって <laughs> <laughs> メールね、あの先週ね、ちょっと。 読めなかったんで1個だけいきましょうかオープニングにこれねなかなかの内容なんですよラジオネームいのじさん、えー、いつも楽しく拝聴しておりますありがとうございます、えー、16歳の娘についてご相談があります、うん、私たちはイタリアのローマで、えー、このコロナ禍の中でもおかけさまで平和にそして平凡なオタク親子として過ごしておりますイタリアええー えー、こういう場合イタリア人の夫は2人が何言ってるか分かんないというのがお宅にはプラスポイントです <laughs>、えー、そんな平凡,平凡な日常を過ごす娘を変えたのはおさんです、えー、中学から化粧をし目立ってなんぼの粉ま、えー、意きなイタリア女子の中、えー、地味で引っ込み思案ぼっちで不器用な娘が爆発しましまた開花しました。 自分の居場所を見つけイタリアにも普遍的に潜在するオタク友達を作ることに成功したのです、えー、絵文字絵文字絵ん絵文字以下の絵しか描けなかった娘は、えー、まずひたすらになぜかおそ松さんというロコだけを何十枚も描き始め次は推しキャラカラマツそしてついにイタリア語で夢小説を描き上げましたイタリアにもおそ松さん好き婦女子はいるのです 書いてます <laughs> 夢小説って何でしたっけなんかそういうジャンルあるんですよねなんか自分の理想のストーリーを書くだったかな違ったらごめんね確かなんかそんなのあったと思う、えー、前髪の一部は絡まつカラーになりました <laughs> 大丈夫か <laughs> 絵に描いたようなまっしぐら感です,す突き進んでいますがいいのです 男祖婦女子ママとしてはむしろよくやったと褒めたいぐらいです。うん、だがしかし最近妙なことを言い出しました。私のせいです。おそ松さんの脚本を書いている松原衆のラジオを聞いている。めっちゃ面白い。おそ松さんの裏話はこうだなどなど、えー、娘に熱く語っていたところこともあろうか松原さんは私の憧れだと言い出したのです。うん、弟子入りしたいなと日本語で言って目がハートになっているではありませんか。ちなみに娘は アニメのおかげで日本語はペラペラ今漢字を勉強中そして今やこう言います私に4期の脚本を書かせてくれないかな <laughs> 不穏です <laughs> 作乱状態です、えー、私の動意は凄まじいものですが、えー、でもやはり娘の願いを叶えてやりたいと思ってしまうのが、えー、親心ズバリお弟子さんは募集していますか <laughs> えこのラジオが長く続きますよう願っておりますということで弟子弟子ねあの同業者で撮ってる方いますねうん僕のキャリアぐらいだとちらほらと弟子かもう僕からすると正直恐れ多いみたいな感じですねいややっぱ大人じゃないとお師匠さんはこんな子供みたいなやつが そんな弟子なんていや <laughs> 恐れ多いなとてもとてもみたいな心境になっちゃいますねまあでもやっぱイタリアからわざわざメールいただいたわけですから、うんうん、撮りりまましょう <laughs> 撮りますか <laughs> <laughs> イタリアに住まれててでねおそ松さん見て頂い,いてるんですねうん。 なるほどなめんなよ <laughs> そこはねそこはピリッとやっぱり言っとかないと急に,、はい、急,に急に何のスイッチが入った <laughs> お弟子さんか交換条件ですねこれはこれね、うん、あのでもパッとねこのメール読んで思ったのがなんか多分才能あると思うんだよなこの娘さん面白いと思うなぜならおかんがおもろいからうーん んかこうあるある入ってたり自分、うん、あえて下げたりとかねうん、うん、でもいいとかねそうそうこのお母さんなら多分おもろい気がするな。ってことはだからあのこのねそうそうあの先週ね思ったことをしゃべるって言ったじゃないですか、はいろんなこと気にせずに一回ね目いっぱい喋ってみよう。 でこのメール読むかかどうか迷ったんですよなぜかっていうと不女子ってそうこれねやっぱ結構あのー、センシティブなのかなうんあのー、まあぶっちゃけてあんまりこうしゃべんない方がいいよっていう人もいますし周りにうんでも僕は本当にあんま気になんないんであの紹介してみたんですけどでわかんないんでね 夢小説とかそうこの「オタクのノリ」とか,だからお母さんに僕が弟子入りします<ん>で娘さんが僕に弟子入りという交換条件ならお母さんがそのオタク界隈のことを僕に教えていただけるなら僕も娘さんにはい脚本のことをどうですか なんかいまいちっぽいな反応が <laughs> 違う <laughs> そういうことじゃない具体的にどうすればまあね確かにイタリアのローマにいらっしゃいますからねうんいやそうな嬉しいけどそう弟子はね募集してないんですよ実は過去にもちょくちょくあったんですけどねお断りしてまして<ー>いや無理やって大変でも取った人からするといやプラス多いよってなりますね その若い世代に何かこうまあチャンスを与えるとかその育てるとか夢もあるけども本当に自分のためになるってみんな言いますからうんあの自分をすごい成長させてくれるよとか言いますけどねいやもうちょっと先ですねあったとしても。 僕の知り合いは今全員を持っていると思います。いや、松原には無理だろうと。う <laughs> タイプ的に無理だろうみたいな。はい。あのー、ね。ですんで、もし四期があったら、僕が書きます。<laughs> <laughs> <laughs> 裏方、今日もよろしくお願いします。裏方。はい、今日も一人一回ですけども。 今なんかお弟子さんの話がありましたけど、はいはい、松原さんは師匠っていないんですか師匠師匠いないですねお世話になった人は当然山ほどいますけどうん師匠じゃないですね例えばこの業界入るきっかけになった人 ってパッて浮かぶのはやっぱ99さん,なんですねラジオずっと聞いててあちょいちょい言ってますけど矢部さんがね出待ちで泊まってくださって「エンタの神様やってみたら」と。でエンタやってる時にそのディレクター先輩の作家さんとかまあ上司ボスそういう人はいてまあダメ出しされたり教えてもらったりっていうのはありましたけど。 師匠とかはいないなすねどっちかっていうとうんそういうのを何て言うの作らないタイプというかなんかそんな感じするでしょうんあのー、そうですねやっぱ自分で決めるとか自分で考えるっていうのは。 その時はねそんな深く考えてないけど振り返ってみるとあ結構大事にしてたんだろうなっていうところですねあの会社のお誘いもありましたしやっぱ作家事務所ってあるんで、うん、脚本家事務所もね当然ありますからお話34回いただいたんですけど全部お断りしましたねあのとても勇気がいる判断でしたけど稼げてないのに断ってましたからうん,うん多分 うん無意識化ですごい自分の中では気にしてたとこだったんでしょう周りからは「バカだな」と散々言われましたね言われましたでも <laughs> この年になって振り返ると「まあ、バカだなと思います」同じ感想ですうん食べれてないんだしあのー、大きい事務所だったりもしたんで入りゃいいのにって感じでしたけど両方ありますねバカだなとと思うのと いやあれがファインプレーだったよく,よく自分の正直な気持ちにしたかったなっていう両方ありますねいや弟子か変わるなお弟子さん取ったらめちゃくちゃあでももう一個あるのがそうそう思ったこと喋りますね <laughs> 教えるって 僕幻想じゃないかと思ってんです <laughs> <laughs> 教育って <laughs> 教えるって幻じゃないかいって思ってるところがあってうんあのチャンスの場を与えるとか機会を与える僕よく「打席」って言うんですけど野球が好きなんで打席を与えるっていうこれはあると思いますね。やっぱああるる程度立場人人がなななかなかチャンスない人に打席を 渡しててあげるるっていうのはすごいプラスになるでも教えるはあるかい教えてもらったことってあるかななんかそのお世話になった人に感謝がないとかそういうことじゃないんですよ。もうそれは当然お世話になったし助けてもらったし支えてもらったけどうん自分で覚えてったんじゃないかなっていうまああくまで狭い話ですけどね僕の経験則ですけど。 そう教えられない、うん、だからチャンスの場打席を与えるっていうことはできるけどもで今までの自分の成功体験もそうなんですよね教えてもらったっていうよりはなんか気にかけてもらってチャンスの打席が回ってきてその時に三振するかヒットを打つかででまあアニメはヒットを打ったんでしょう今お仕事が続いたんで。 うん、教えてもらうってでもよく言いませんそういうの出てくるやつは勝手に出てくるっていうねそうなんですよねだから本当人それぞれですしあの僕のノウハウを言ったところでその人に当てはまるかは分かりませんのでねそうだから まあ僕がよくやるのは、あれですね。あのー、僕の経験談をひたすら淡々と話す。で、あのー、優秀なやつは勝手に拾うんで。そう、やっぱ、ね、全員が全員食えるわけじゃないじゃないですか、ぶっちゃけてね。そう。だから、あのー、その人用に話すんじゃなくて、 自分はこうだったっていうのを話してで合うようだったら採用してくれと合わないようだったらもう無視してくれっていうで全部が合う合わないじゃなくてちょっと10%だけヒントあったなここだけは使えるなここだけ松原が言ってたここだけは採用しようみたいな、うん、感じでいてくれるのが一番助かるというかねどうなんでしょう なんかそうじゃあどうやって学んでいったかみたいなんってあるんですか例えばじゃあエンタとかで他の人のコント台本を見て、はいはい、ここはいいなって思うとかうんどうやって学んでいったんですか松原さんはそうですねまあ,あ学んでいったまあ、まあ、やっぱ盗むに近いんですかねちょっとかっこつけた言い方ですけどねあのあこういうことを気にするんだとかあこれがノウハウなんだとか。 その先輩たちが喋ってるのを見ながらうんあまあ、うん、盗む感じだったかなそうっすねやっぱあのー、基本があるんで当然、まあ、どの仕事もそうですよねうんあのー、コントにしろ何にしろ 基本があるんで基本すら分かりませんので最初ノリだけで書いてるから、うん、そのノウハウの部分はなんかあるんですよねその先輩たちが喋ってる会議に参加してたら、うん、なんかこのワード3回ぐらい出てきたなとか、うん、あの僕が印象的なのは これボケてるから受けないんだやめよう余計なことなんだみたいなのがよくコント作って出てきてすごい印象的でいやボケないとダメでしょ普通は笑わそうとしてんだから <laughs> って思ってたんですけど実はダメなんですよねボケっていうのはつまりこうなんか感情に乗ってなかったり違和感があるっていうような意味で使われてたんですけどねここ、うん、こんななととしいいよねっていうことを やっっちゃってるからお客さんんを巻き込んでいいけない感情が一つ綺麗に走ってないからウケがこうバイバイゲームになっていかないみたいなニュアンスの意味のボケてるからウケないんだっていう、うん、だからコントでもちゃんとしてるネタが強い人ってまあちょっと語弊がありますけどボケがないですよね。うん そのボケの人が本気で思ってる本当にそういう人っていうのをあのただ演じてるだけでそうそういうのを、うん、まあいちいち教えてもらうっていうよりはそうやって作ってるから優秀な人たちがあこういうもんなんだって勉強してった感じですかね、うん、まあそれ教えてもらってんのかねいわば。 でもあのそれいきなりあの学校でボケてはいけないっていう情報だけ聞いても、はいはい、よく分かんないじゃないですか自分が何か書こうとかしてるとかうん、うん、だからそのニュアンスがわかるっていうのはありますよねうん、うん、ありますね自分からやっぱ一回書いてみないとねでもこれはよく言われますよねとりあえず書けと、うん、あのー、エンドマークまで最後までね、うん、途,中途中で終わるんじゃなくて一本書いてみなさいっていうそして人に見せると。 辛いですけどねだからこれ通った人ってやっぱそれをやってる人をリスペクトするんでそうなんですよねそこねねすすごい差が出てるんですよ、ね、人の作品なんかあの簡単に思わないとか言わないですよ、ね、言わなくなるんですよねこれ通ってるんでうん、うん、まあまあおそらくこの仕事以外もそうでしょうけども、うん、通るとしんどさ分かってるんであのー、やっぱねネタ書いて。 やってるるつ偉いいみたいなねととこちょっとあるんですよこれどう聞こえるか人によっては嫌に聞こえるかもしんないですけどねそうどんだけキャリアが浅くてもうーん結果が出てなくてもこの人は書いてると作ってる最初から最後エンドマークまで描いてるっていう人は下手っぴな作品でもこう一目置かれるっていうのありますよねあやったんだその作業っていうので。そう まあ、ボロカス言うのは大概通ってない人ですね本当にあのー、誰かの真似してるとかあの <laughs>、うん、思ったこと言うのしゃべんの難しいな <laughs> やっぱブレーキかかるなあ <laughs>、うん、やっぱ来た来たと思って <laughs> いややっぱ 難しいですね。うん。先週からの流れがね、そう、きたきたと思って。<laughs> 今、ひよったな、今。いや、言わなで。ええ、もう、言っちゃって。言いますけどね、十分伝わってますけどね。はい、うん。まだ。まだ心の中には言葉残ってんですね。ね残ってる。あの、いろんな。言葉が浮かんだけど、止まりましたね。<laughs> いやでもまあまあある種贅いですよねこれでご飯食べるっていうのはうんまあ時々それ思いますねまあラジオで愚痴るじゃないですか「しんどい」とか「もう大変よ」とか「でもなんか、うん、腹立つやついるし」とかぐじ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 言ってますけどまあ楽しいこの仕事は <laughs> 本当に。 あのご飯食べれるようになったからっていうのもありますけど楽しいっすねあのメールでもね目指したいとかお弟子さんのね話もメールも来てましたけどでその時はやっぱ無責任にも言えないしこうなんてやめときなみたいな大変よみたいな言いますけどジャンジャンなればいいと思ってます本心はみんな入ればいいと思うこんな楽しい仕事ないっすよ。 自分で考えたことを形にしてもらってそれでお客さんの反応があってしかもね当たったら安くないお金もらえるんですからうん、いくらぐらいもらえますか <laughs> いくらぐらいはいやっぱりいろいろ喋っていただけるっていうことだったんで印税ですか <laughs> <laughs> 脚本はやっぱ印税ですよおいしいの印税なんですか印税ですはい 僕こっちの方来ようと思った大きなきっかけですもんねだってほ、まあ、本当ねぶっちゃけてですけどあの芸人さんとコント作ってきレッキレのお笑いコント作ってですよ、えー、何回使おうがお金入ってこないですもんそれが映像作品、まあ、僕だったら今アニメですよねってなったら使われるごとに お金いただけますしあと海外っていいうのも大きいですよねーメールでもあるじゃないですか海外、はい、今回イタリアでしたけどうそうすると海外もまあマーケットなわけですよねだ僕明細来ますもん来るんですよ脚本家に半年に1回ぐらいかな、えー、何月から何月までの海外販売の、えー、脚本家印税ですって言って。 アジアこんだけヨーロッパこんだけ来るんですよ何もしてないのにで12年前に書いた本なのにもう忘れてますよ「銀玉の前」のシリーズとかこの間おそ松さん一気の海外印税入ってきましたねそんなものすごく大きくないですけどうん印税です百本家が美味しいのはだから食えるから 適当なやつも増えるんですよいや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 ,いや <laughs> <laughs> 食えるもんだって原作もの3つやってごらんねえ。でそうちょっと話変わりますけどね脚本家複数体制って言ってたじゃないですかアニメもあるんですよ。シリーズ構成っていうリーダーがいて脚本家45人雇うっていうのあるんですね。で松の場合は あのーまあ、詳しいことはご存知だと思いますが僕が全部シナリオやらせてもらってるんですよ。でシリーズ構成も僕ですね。で期の頃は違ったんですもう二人いらっしゃったんです脚本家さんが。で僕はシリーズ構成でやってたんですよ。で一人体制になりましたね。で僕がよかったら一人にやらせてくださいと,、えー、と希望を出したんですそしたら OK が出たんですよ。でこれ誤解のないように一応言っておきますけど僕がどんだけわめいて一人じゃないと書かないっつったって。 あのダメな時はダメですからね、はい、ここはめちゃくちゃドライですからあのいくら仲良くしてるっつっても監督もフレッシュさも僕がどんな希望を出しても OK じゃないんで OK してくださったってことはえー、っとそのうんそれがメリットがあると思ってくれたんで OK なんですけどね、まあ、ちょっと話飛びましたけども何が言いたいかっていうと「一人体制が嫌だ」とこれがデメリットじゃないかっていう人もいるんですはい。 えー、関係者ににももいいますしお客さんの中にもいる下手したらこのラジオ聴いてて松、ま、見てる人の中でもそこ引っかかってる人いると思うんですよ。あれは松原一人でやってるから例えばここがバランスおかしいとかここがどんどんもう狭くなっちゃってるとかねこだわりが強すぎるとか思う人いると思うんですよだから複数雇ってバランスよくやるでおそ松さんっていうのはそういうのが似合うしいろんなネタが出てきてっていう意見もあるんですね。で確かに それ聞いてみるとなんか説得力あるでしょうん一人で突き進んで修正効かないより狭くなっちゃうよりいろんな人雇って待つっていうのは特にそれがいいとでいい化学反応が起きるとただ僕の経験則ですけどそんなな簡単じゃないですはいいっぱいの人に入ってもらったらそれだけとっちらかりますしそれから共有するのも大変で 僕はこれ自分で言うとあれですけど松の脚本はそんんなな簡単じゃないんですよそこそこ書けないとなかなかのことなんですあれもむちゃくちゃふざけてますけどですんで探すすのも大変なんですねで僕はあの多分よその業界から来たから、えっと、つまりそのシリーズ構成っていうのがいて45人脚本家がいるっていうパターンを初めて 体験したんですよ僕はネタネタとかそのなんか作る作業は、えー、少なければ少ないほどいいと思ってるタイプなんで、うん、多い方がメリットもありますけども基本的に強いのを作るのは意外とまあ番組だったらワンマンだったり、うん、実はワンマンであのプロデューサーが熱意だけで引っ張ってったとかネタで言うとあのー。 あの芸人さんって実は温厚に見えてるけど実はものすごいこだわり強くてあの人一人で書いてるとか、うん、あのそういうもんでつまり慣れてなかったんでねえー、っとまあびっくりしたんですよあこういうシステムがあるんだと。えー、で長くなっちゃうんでまとめますと本来は一人で書くのがもしかしたらベストという考えもありませんかって。で 本当は1人で書,きたい書くと,、えー、と共有できて、えー、とこう強いものが作れるだけどもどうしてもスケジュールっていうのがあるで体力の限界もあるでオリジナルだとよりスケジュールがきついしなのでしょうがなくじゃあ助けてくださいと順番はこうじゃないかだと思うんです。え一番最初の理想はは人。だだけどそれは現実的に難しい。だから 書ける人を呼んでお手伝いしてもらおうとそうこの順番が、あのー、逆転してる人いるなとあまりにも普通になっちゃって複数で書くのがうんねどうなんでしょう結構ねそこ感覚ずれる時あるんですよね周りの人と喋っててだってあのー、僕の知り合いの演出監督 が裏で言ってたこれ多分本音だと思うんですけどもオリジナルを作ってて複数の脚本家で書く作品どうやって作ってんだろうねって言ってる人ちらほらいますよ。つまりそうだからくどいですけどもなんかパッとできそうな感じするけども。 いろんな人呼んできていろんなパターンを出してくれる人呼んできてやったら広がるんじゃないでいいバランス取れるんじゃないって思うけどそんな簡単じゃないですそれの準備期間が1,2年欲しいですね、うん、はいなんでこんな話になったんだろうどっからこんな話になったのかなシャクオッケーやったはい一人会はこれで終わりです佐々さんありがとうございました三枝こじょ 裏方はい、一人会でした。ありがとうございました。どうでしたかね。はい。まあ、うん、そこそこ喋れた気がします。<laughs> いやそうですね。えー、<っ>来週以降のゲストは、えー、ツイッターでお知らせしますので、誰、えー、にしようかな。まあ浦の人ですね。ちょっと考えます。 はい、えー、メールなどお待ちしております、えー、番組の感想とか、えー、ゲストのリクエストとか喋ってほしいテーマ松葉への質問、えー、何でも大丈夫です、えー、メールアドレスはこちらです裏方とマーク JOQR.net 裏方とマーク JOQR.net この番組は放送終了後アーカイブ YouTube の公式チャンネルでも配信していますので、えー、よかったらそちらでも聞いてみてくださいはい、というわけで一人喋り会でした はいあのーまあ、僕の僕だけの希望を言うとですね、ちょくちょく会ってほしいです、一人しゃべり、楽しい、<laughs> 気楽だし、うん、なんかこう、ゲストの方の会にもこう広がりが出る気がしました、あーやっぱしゃべんないとダメですね、遠慮してちゃう、ビビってちゃう。はい 裏方ですけどね僕は <laughs> パーソナリティじゃないんですけどまあやせっかくやらしてもらってるんで頑張りますはい、えー、来週以降も是非聴いてください今日もありがとうございましたおやすみなさい